皆さんどうもこんにちは。今回はハーバード大学の研究結果などをもとに体を酸化させる食べ物3選について動画で解説していきます。では行きましょう。まず早速、我々が老化していく大きな原因、酸化についてでございますが、例えば鉄も空気に触れて酸化して食べればこんな感じで茶色くなりますが、我々人間もゴリゴリに呼吸して酸素を取り込んでいる以上、酸化して錆びついていくわけで、これが肉気老化の原因でございます。なので今回は、酸化したくなければやめといた方がいい体を酸化させる食べ物3選について早速解説させていただくと、1つ目がもうすでに酸化している食べ物でございます。そもそも多くの食材は空気に触れると徐々に酸化していくわけでございまして、例えばお肉やお魚が時間の経過とともにどんどん黒ずんでいくのも、この酸化現象を見ているわけでございます。ただ酸化のしやすさというのは食品によって違うわけで、特に酸化しやすい食べ物の代表が油でございます。例えば魚の油が体にいいというのは有名で、フィッシュオイルサプリなんかがたくさん売られておりますが、ハーバード大学が特に売れているサプリを3種類しっかり調べたら、全ての商品が酸化国際基準を2倍から8倍もオーバーしているくらいに酸化していましたよと発表していたり、他にはオックスフォード大学がシアンのバターを調べたら、開封する前からもうすでに酸化している商品が多かったよと発表していたりと、油は酸化しやすさがえぐいわけでございます。なので例えばスーパーの惣菜売り場で閉店間際で売られている売れ残りの揚げ物なんかはかなり酸化が進んでいるかと思いますし、他にもポテチやカップ麺、スナック菓子なんかは高温の油で調理してから消費者の手元に届いて実際に食べるまでかなりの時間が経っておりますので、ビビリの中瀬は絶対に食べないわけでございます。反対にオリーブオイル、ココナッツオイル、菜種油なんかは酸化しにくいと考えられておりますので、普段使うサラダ油の代わりにこういった油にすると体の酸化をゴリッゴリに抑えられてすっごいいいと、そういうわけでございます。そして体を酸化させる食べ物2つ目が動物性脂肪の多い食品でございます。例えば油たっぷりの牛肉、豚肉、他にはバターやケーキ、アイスクリームといった動物性脂肪の多い食品はコレステロール値を上げる作用がございますが、このコレステロールは一言で言ってしまえば油でございます。先ほど鉄は空気に触れると錆びると言いましたが、もっと言うと空気中の酸素と結びつくと錆びる。そして油は酸化しやすいと解説させていただきましたが、そんな動物性脂肪が多い食品ばかりを食べて血液中の油、コレステロール値が上がると、なんと血液の中には肺から取り込んだ酸素がたくさんあるわけでございまして、たとえ空気に触れなくても酸素とゴリゴリに結びつけちゃうみたいな感じで、悪玉コレステロールと活性酸素が結びつくと酸化 LDL コレステロールと呼ばれるヤンキーコレステロールが出来上がるわけでございます。そんなゴリゴリに酸化した酸化 LDL 君は血管をモリモリに錆びつかせるみたいなイメージで、血管がカッチカチになったり、こんな動脈硬化といった嫌な病気の原因にもなっちゃうわけでございます。なので普段摂る油は魚の油やオリーブオイルといったいい油にしてコレステロール対策していきましょうと、そういうわけでございます。そして体を酸化させる食べ物3つ目が添加物の多い食品でございます。まずそもそも体の酸化を抑えるためには、いかに活性酸素を出しすぎないようにするかがめちゃめちゃ大事でございます。この活性酸素とは酸素の構造が変化して酸化力、要するに酸化させる力が強くなったやつで、そんな嫌な活性酸素が増えるとシミやシワといった老化の原因になったり、他にはがんや糖尿病といった病気の原因になったりするわけでございます。そしてこの活性酸素は、例えるならば工場が稼働したら出ちゃう産業廃棄物みたいなイメージでございまして、例えば何かしらの製品を作る工場があったとして、こいつもフル稼働でゴリゴリに製品を生産すればするほど黙々と煙が出ちゃったり、使い終わったゴミが出たりするかと思いますが、人間の体も食べ物の消化吸収といった非常に複雑なことをしている精密工場とも言えるわけで、そんな自分工場に負担が加わると廃棄物である活性酸素がたくさん出ちゃうみたいなイメージでございます。なので例えばストレス、タバコ、激しい運動、飲酒といった負担がかかると自分工場はシンプルに頑張る。そうするとやっぱり産業廃棄物である活性酸素が出ちゃうわけで、そんな中でも大変なのが添加物が多い食品でございます。ほとんどの食品添加物は化学合成物ですので、体に入ると基本的には異物として認識される。そしてこの食品添加物という異物に対して行う分解解毒作用が非常に大変なため、
活性酸素がゴリゴリに発生してしまうというわけなんです。なので体を酸化させたくなければこういった添加物は避けていただくのがおすすめ。ただこんなの多すぎて覚えらんないよという人は食品パッケージの原材料表示を見て、こんな感じでたくさんの何かが入っているやつはシンプルに添加物が多いし、このたくさんの何かを体にぶち込むことによって自分という工場は無駄に大忙しになって、たくさんの産業廃棄物、活性酸素が出るみたいな感じで覚えておいてくださいと。そういうわけでございます。さらにですね、私自身毎日実践している一般的なダイエット法よりも2倍速でめっちゃ簡単に痩せる方法を解説した動画を中瀬の本棚公式 LINE 限定で無料配信中ですので、興味ある方は概要欄からご覧いただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。